はいどうも、フリーコマットです。TDM 艦隊攻略戦、ペルネコレベル8、SFFS レベル3です。はい、両機、ファイター1機、パクファー QAM、もう一人は F5E、シン。シンだけど、通りなジャンルイか。SFFS がまあレベル3っていうことで、まあまだいまいちなんだけど、まあペルネコ&SFFS で艦隊攻略戦、B1 またさっきのミッキー・トムキャットですね。接近しつつある敵は、はい、ちょっとコード上げよう。高度2000、この辺りで下げてみる。あ、まだ早いな。敵艦隊周辺は対空攻撃が激しい。突入には十分注意せよ。まあ敵が全部がまあ入るぐらいの。おっと。さあ、高度2200ぐらいまで上げようか。この辺からゆっくりノーズを下げて2発、もう一丁機種上げて。うわっ、おう、撃たれた。この辺から下げてみる。うわ、ちょうど船と船の間に落としちゃったかもね。うわ、当たるか。2000ぐらいで。敵機分配へのダメージ 30%。 発射。まあ当たらず、進行方向に対してもっとこの前に巻かないといけないとか。あんまスコア入ってないな。マク1がダメなのかな。どこに巻いてるか分かんない。こうやって加速していくとだんだん落ちる位置が前へ行く。まだまだ稼げないね。
敵艦より巡航ミサイルを発射、自分艦隊にダメージ。なかなか難しい。こちらの艦隊が全滅した。我が軍の敗北だ。敵に制海権を奪われた。撤退する。イージスを2隻か。2556。